バルデュルンはドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデン・ワルト郡の都市。この都市はバルデュルンの地の奇跡の巡礼地として知られている。バルデュルン市内にはローマ時代のリーメス城塞もあり、付属浴場の基礎石や復元された見張り塔などがある。この都市はネッカー・オー自然公園内に含まれる。この都市は以下の地区から構成される。バルデュルンの歩行者専用区域。 バルデュルン市議会は32議席からなる。1991年から2007年までカール・ハインツ・ヨーゼフがバルデュルンの市長であった。彼は2007年5月6日に新近高速で急逝した。2007年8月12日の選挙によりマルクス・ギュンターがバルデュルンの市長に就任した。ズンガラ、銀次に緑の土地、日本の緑の菩提樹の間に、 強壁のある赤い城。右側に塔がある。塔には挙げられた甲子を持つ門がある。城の上に塔に寄りかかるように浮かんだ赤い盾。この小さな盾は赤字で銀の六本スポークのはマインツアーラートが描かれている。木と城は町の名前にちなんだ図柄である。マインツ選定校の所領を示す、消門章は19世紀にはしばしば、 バーデンの紋章に置き換えられた。聖華よるク巡礼協会この都市が位置するオーデンバルトは家の壁や路地沿いに多くの聖母像や卓景像が多く祀られており聖母の小国と呼ばれている。ドイツ観光街道のドイツリーメス街道やジークフリード街道がこの都市を通っており様々な見どころが満載である。カトリックの聖なる知恵の巡礼はこの地域の一年のハイライトである。 バルデュルン城バルデュルンには、屋内プール、屋外プール、サウナ、テニスコート、ボーリング場、ゴルフ場、フィールドアスレチック、狩猟場、ポニーライド、バッシャ乗り、サイクリングロード、遊歩走、その他マールスバッハタールの保養施設もある。ありがとうございます。